京阪1800系電車、京阪1800系電車、京阪で1800系電車は、京阪電気鉄道に、かつて在籍した電車である。2代目特急専用車として登場し、後に、一般車、通勤用に格下げされた。日本で初めて、カルダン駆動方式を実用化し、またテレビカーとしても話題になった車両である。 1951年から1953年にかけて、京阪線の特急車として、合計18両が製造された1700系は、大出力電動機や新型台車の採用によるスピードアップや乗り心地の改善、それに、同時期の国鉄に当社に匹敵すると評された、転換式、クロスシートの採用による快適性の向上などにより、線形が悪く速達性では、 不利な軽半特急の人気工場に大きな貢献をなした。だが、この1700系が設計されてからの3年の間に、鉄道技術の先進国であるアメリカなどから、駆動装置や制御機、それにブレーキなどの主要機器について様々な新技術が持ち込まれ、また戦後の航空産業禁止で流入した航空技術者たちが、車体設計に関する様々な知見をもたらした影響もあり、 日本の鉄道技術、特に車両設計技術は大変革の時を迎えていた。そこで京阪は1700系の増備を打ち切り、電気、車両メーカー各社の協力の下、それらの新技術を盛り込んだ画期的な新型特急車の設計を開始した。設計については、車種のうち、鉄路50年、1960年では昭和26年2月に、 鉄道車両などの視察のために渡米した、今だ、英作、専務が新知識を多分に取り入れて設計しと、被災、363、京阪70年の歩み、1980年では、青木、聖太郎、専務、現社長が、重力設計したと記されている。こうして1953年7月に第一陣が、竣工したのが、本系列である。本系列は、 日本初の実用高性能車であったため、新聞などで和製 PCC 車あるいは無音電車と報じられ、国内の各鉄道事業者や鉄道車両メーカー等から大きな注目を集めた。本系列は以下の2形式で構成される。これらは以下の12両が2社によって製造された。全車竣工直後の編成は下記の通り、なお、 1800型は新機軸を満載していて、試作者としての性格が色濃く、このため変則的な構成となっており、奇数車が3乗より、偶数車が天馬橋よりに運転台を設置する片運転台車で、1802を除く偶数車と1809は増結用である。全体のデザインは1700系のそれをベースとしており、側面の窓配置が D1、D9、D1、D、乗務員扉、D、客用扉、片階、戸袋窓の17メートル級で、前面が緩やかな曲面を描く、丸妻で720ミ、mm、リメートル幅の貫通路を、中央に設けた一般的な3枚窓構成、そして切り妻とされた、連結面2100ミ、mm、リメートル幅の量、回避付け広幅貫通路を備えるというレイアウトや、 二段上昇式で上段窓の上辺の枠を加工時でも幕板内に収めたままとする独特の窓、寸法やその構造、それに正面部分で屋根の雨戸を一段下げる独特の全面デザインなどには変更はない。ただし内装の木材仕様を廃止、それに変えて内装壁面にはピンク色に塗装された化粧板が重複されており、この仕様は1810系。 後に付随車2両を除いて1900系に、編入にも継承された。なお、本系列は12両中9両が1700系の、それを踏襲する扉間転換式、クロスシート装備のセミクロスシート車として、巡工しているが、1803から1881プラス1804の3両1編成のみは、全席ロングシートとし巡工している。また、 構造面では高校張力鋼を多用した全溶接構造の全金属車体として各部材の軽量化を図ることで車体重量の軽減が実現されているがその一方で側面層下に補強用のウィンドウ紙と呼ばれる補強体が露出する古風な構造がそのまま継承されているもっとも1 7 0 0系の使用実績から基本となる二両編成とは 別に増欠用電動車の心臓が特に強く求められたため、本系列では1800型と1880型、あるいは1800型2両を背中合わせとして、広幅通路で結ぶ2両1セットと、これに増欠する1800型という構成で心臓されている。このような事情から増欠用の1800型については、連結面側も運転台側と同様の丸詰まとされ、 720mm 幅の強幅貫通路が設置されている。こうして構造面での全身的な改革を進めつつ、基本デザインを踏襲した結果、本系列は全照灯が砲弾型になったことと心臓陣の標識灯の位置が変更されたこと以外には1700系との間に、外上目立った相違は存在せず、サービス上も特に違和感なく、混用が可能となっている。 車体塗装は1700系と同じく、上半マンダリンオレンジ、下半カーマインレッドのツートンカラーの特急色で、竣工している。カルダン駆動の試作者的な性格が強かったことから、主電動機とその駆動装置について、1801は、東洋電気製造 TDK-808-2B と同じく東洋電気製造が独自開発した中空軸平行カルダンを、 1800には、三菱電機メガバイト -3005A と、住友金属工業が、ウェスティングハウス社の技術情報をもとに独自開発した WN ドライブを、それぞれ搭載する。性能は、MTM、または、MM 編成で、加速度時速 2.3km、S、減速度時速 3.0km、S、常用、MM 編成で、 釣り合い速度約時速百十キロメートルである。これに対し、量産車である千八百三以降については、千八百四でメガバイトマイナス三千五 a w n ドライブが採用された以外は、全車 t d k 八百八2 b 中空軸平行カルダンとなっている。千八百型全車について、千七百0 k の e s 五百五十四 a を改良した。 東洋電気製造 ES-555、エータ弾電動化無軸式制御機を搭載する。運用上の必要性もあったため、これらは制御シーケンスに、相互互換性が備えており、1700系と本系列は、根結運用が可能である。台車は1700系と比較して中日本重工業、MD 型台車が撤退したため、増備のどに、 汽車製造と住友金属工業による協作となり、両者が創意工夫の限りを尽くした以下の拡大車を装着する。いずれも枕羽根にコイル羽根を用いている。また、当時としては先進的な一体圧延車輪の使用も行われている。拡大車それぞれについて、当時汽車製造、住友金属工業の両者が研究開発していた高速台車のための 最新技術が惜しみなく投入されており、またそれらの新技術の実用試験者として、その後台車設計に貴重なデータを提供している。空気ブレーキは、従来の1700系と共通の営動差弁を使用する日本エアーブレーキ、現、ナブテスコ製 a r d 自動空気ブレーキが採用されており、これは制御機側の発電制度と連動する。 1953年7月にまず先行試作車に、当たる1800型2両、1801.1802が、落成、主に特急に重当され、吊り掛け式の1700系と区別なく運用され、1700系との混結も実施された。この2両の使用実績を受けて、翌1954年より量産が開始された。量産車は1700系と同様。 連結面側に広幅貫通路を持つ1800型制御電動車と1880型制御車で、蘇生される MCTC による二両編成基本とし、これに運転台側と同一の強幅貫通路を連結面側に備える、増結用1800型制御電動車一両を追加した MCTC-MC による三両編成を一セットとして製造され、同一形式の制御電動車の中に二種類の 構造が混在することとなった。編成の組み替えに制約のある広幅間通路は、こうした機動的運用を好んでいっていた、軽阪の場合には制約となることが多く、このため続く1810系以降の系列では、1801から1802の間に挿入するための中間付随者に広幅間通路が採用されたのを、唯一の例外として、全者とも、 強幅貫通路仕様で製造されている。なお、本系列は1700系だけではなく、造備車である1810系とも連結して運用されている。後に、京阪特急の代名詞となったテレビカーは、車内サービス向上策の一環として、沿線にある松下電気産業の協力を得て1801から1802で実験運用開始された。 これが好調であったことから、1882.1883に白黒テレビを取り付け、1954年9月3日より日本放送協会総合テレビの番組放送を開始した。乗客からは走る街頭テレビと呼ばれた。地下線で建設された天馬橋、淀ド橋間の開業、1963年に備え、1961年から、 転落防止対策として、ガワ層株へ保護棒が設置された。1963年には1900系新造車が登場したが、車体長の短さや空気バネ台車を装備していなかったことなどにより、本系列は1700系とともに、一般車に格下げされた。まずに扉、特急色のままロングシート化とテレビ撤去が行われ、1966年には3扉、 一般色化された。増設扉は、窓割りの関係から車体中央部の側窓3枚を、潰して設置され、1700系同様、戸袋窓のない両開き扉として窓配置は、D1D3D3D1、D, D, D、乗務員扉、D、客用扉、片階、D、客用扉、両階、戸袋窓、数字、側窓数となった。 三扉化の際に1881から1883は、運転台を撤去して1851から1853に改版している。また窓のアルミ察し化も、正面窓から徐々に進められた。なお、一般車格下げ後は、片野線、宇治線でも定期運用されるようになり、時には近鉄京都線直通運用に入ることもあった。なお、 1810系の内空気バネ台車を装備していなかった2両の中間車1884.1887も1800系に編入され、1963年に2扉、特急色のままロングシート化とテレビ撤去され、1887は妻扉の強幅化が行われた。1966年には3扉、一般色化が行われたが、これらは、 車体長が18メートルで1メートル長く、増設扉も片開きであった。この3扉化の際に、9985.1986の電気機器を用いて、中間電動車化され、1871.1872に改版されたが、1967年には1881.18822台に再改版されている。 以後は主に1700系と連結して編成を組み、区間急行や普通を中心に充当されていたが、1981年に1800系2台に機器提供して、同年に全車廃車された。なお、1800系2台は600系の車席を継承したため、本系列はこの時に全車車席抹消となっている。席後、1801.02は、 数年間は、寝屋川車庫にて車体を保管し、復元保存も検討されていたが、結局保存計画は中止となり、2両とも解体されている。また1804の車体は、電動貨車101に、1808の車体が、貨車111に使用されたが、両者とも2000年12月末で、廃車解体された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。